朝ドラ半分青いあらすじ予告第六十四話優子のデビューが決まる六月十四日目放送分危機物語秋風の三人のアシスタントの中で一足早く優子の漫画家デビューが決まりました連載が決まった優子には早速出版社の担当者もつきプロの漫画家として 慌たただししい日々が始まりまり連載が始まったとたん優子の元にはファンからの手紙も届くようになり勢いに乗る優子のことをスズメは自分のことのように喜んでいました優子の漫画が初めて掲載された雑誌をスズメは実家に送るほど喜んでいるその一方でボクテの気持ちは複雑でしたボクテは ゆうこに先を越されてしまった自分の気持ちをすずめにだけ打ち明けるのでした。